はい、皆さんこんにちは、榊敦です。今日もね、お昼ご飯食べながらね、送っていただいた雑誌読んだんです。これ、財天 意外に面白いです、これ。本当にね、もしかしたらもうちょっとしたら僕記事書くかも分かりませんけどね、ここにね。今日ね、おもろいなと思ったのはこれですね。はい、捜査当局こぼれ話っていう のがありまして、このね 一番目のね、記事ね、注目事件簿、ゴーン逃亡劇、泣いた人、笑った人って、これね、見えます？ここ。 これがね、要は、ゴーンさんが逃げはったでしょ、年末に。で、それで、どう言いましょうかね、日本の司法界にもですね、衝撃が走ったんですけども、どういうふうに走ったかっていうのは、一番分かりやすく書いてあったんちゃうかなと思ったんでね、読んでいきますね。年の瀬にレバノンへ逃亡を図った日産自動車前会長のカルロス・ゴーン被告、屈強な米陸軍の元グリーンベレーを雇い、音楽コンサート用の箱に身を隠してプライベートジェットで高飛びするという映画さながらの逃亡劇は、1年余り前に突然逮捕された時以上の衝撃を世界に与えた。弁護人や裁判所は顔面蒼白で、これ以上ない赤っ恥だが、逆によくやったと手放し喜んだ人たちもいたという。富津経済誌、フランスですね、レゼコなどが会社法違反罪などで起訴され、保釈中だったゴーン被告は国籍のあるレバノンに到着したと報じ、日本に伝わったのは昨年大晦日の早朝だった。その後、日本メディアの大半を締め出した記者会見で、事件が日産の陰謀であるなどと身振り手振りを交えて無罪を主張したのは周知の通りであると。やってましたね、記者会見。この逃亡劇に最もダメージを受けたのは、ゴーン被告の最強弁護団だろうと書いてありますね。無罪請負人の異名を持つ弘中淳一郎弁護士と、刑事弁護界のレジェンド、保釈の神様と呼ばれる高志弁護士らを中心とする弁護団は、昨年2月に就任するや、いきなり保釈を勝ち取り、国内外のメディアから称賛されていたからだと。いや、そうなんですよ。弘中弁護士、弘中先生のね、事務所の前、よう通りましたよ、私、去年の春頃ですか、今頃ですか。ようね、ビルのね、1階のね、エントランスに入るところに、ちょっとだけ広いところがあるんですけど、畳で言うと20畳ぐらいですかね。で、そこでね、よくね、記者会見みたいなことされてました。もう多分そこしか場所がなかったんでしょうね。ビルの了解を得てやってはったって、うわぁ、やってはるわと思って。ほんで僕たちてて歩いて、麹町の自分の知り合いのとこ行ってたんですけどね。住居に監視カメラを設置することや、携帯電話使用を制限するといった約10項目の保釈条件を提案するというトリッキーな方法で保釈を勝ち取ったのですが、家の中では娘や知人の携帯電話を使えるし、外出先で事件関係者とも会える。放送会ではみんなザルだと思っていたのですが、広中氏は絶対に証拠隠滅はできないと胸を張っていました。いや、ね、条件来た時にね、へーと思って、こんなね、なんていう表面的なことでね、保釈ってされるんやなと思いましたよ。書いたら遠いですよ。今回の逃亡で案の定ザルだったことが証明され、この種の保釈戦略は今後使えなくなりました。信用もガタ落ちでしょう、かっこベテラン司法記者。一方、その弁護団の戦略に乗せられて保釈を許可した東京地検も同罪だ。せやんな、ほんまに。地裁は、東京地検特捜部の捜査段階でも人質司法だと批判する国際世論に迎合して、交流延長を認めなかったり、期間を削ったりして特捜の足を引っ張り続けてきました。保釈を判断した裁判官は以前から保釈積極派として知られる人物で、今後出世は望めないでしょうって。そらせやろ。裁判官もね、話聞いて、あれサラリーマンですからね。上司の覚えめいたい人が出世するみたいで、しかしね、どう言いましょうね、司法試験を受かった中でね、
優秀な人が裁判官になるので、優秀でね、あの性格の硬い人がね、こうスカウトされるんですって。でもね、裁判官になったらね、もうどう言いましょうね、こうものすごいね、こうストイックな生活を強いられるんですよ。まあええわ、行きましょう。一方、胸を撫で下ろしていると想像されるのが、最強弁護団の前任の大鶴元成弁護士だろう。大鶴元成でいいかな、読み方。人の名前わからんからね。元特捜部長ながら元部下たちと対峙、国間の年末年始もう懸命に記者たちの取材に応じるなどしていたが、突然辞任した。辞任したというより首切られたんちゃう。別の司法記者は その原因が保釈を得られなかったことに加え、ある日産幹部と家族ぐるみで付き合いがあったことをゴーン被告が知って激怒したからだとの報道がありましたが、実は別の弁護士に原因があったようで、相当な風評被害に遭いました。おそらく辞めていてよかったと思っているのでしょうねって。その間なんかいろいろあったみたいですよ。でそもそもこの方はあのフランス大使館の紹介ちゃいましたかね、よう知らんけど。ゴーン被告は再び日本に戻る可能性は低くってあらへんって、そんなもん。裁判は開かれない見通しとなったことに密かに喜ぶ面々もいる。証人として呼ばれる予定だった日産の社員らが面倒だから行く必要がなくなってよかったと言えば、東京地裁担当記者の中には大騒ぎになるゴーン裁判をやらなくて済んだと歓迎する者もいます。かっこどう。世紀の逃亡劇は引きこもごもというわけである。まあそういうことでございますね。あのゴーンさん逃げ張ってね、おおむねその海外のメディアはですね、あの日本はちゃんと転載されてこないんですけど、おおむね海外のメディアは、肯定的でございまして、あの日本の人質司法というものがですね、ものすごい評判悪いんですね。自白するまでこう過去あのなんていうかこう保釈を認めない、牢屋の中に閉じ込めておいて朝から晩までやいのやいので攻め立てるわけですよね。うん、いやでもそのあのどっちの言い分もどっちの言い分もね、日本という国のそのどう言いますか、取り調べとかの制度はですね、かなり、怪しいと僕は思いますよ。何でもかんでも自白に持ち込んでね、自白の最大の証拠として裁判で有罪に持っていくというこのシステムはまあよろしくないんですけど、まあ逆に言うとね、でもゴーンさんってあの裁判の結果は出てないですけども、裁判の結果は出ないが推定無罪ということで保釈をされるんですけども、なんか話聞いてるとね、ちゃんと裁判を受けてね、あの判決まで行かはった方がふさわしい事件ではなかったのかいなと僕なんか思うわけですよ。有罪か無罪か知りませんけどね、それは司法の判断というものを仰いだ方が良かったんちゃうかなと。ほんで、なんと言いましょう、容疑の中にはね、これ無理ちゃうのってのは、僕そんなんね、専門家ちゃいますけどね、これは無理ちゃうのとか、ね、背任罪とかね、かなり無理っぽいんですよ。僕から見るとね、僕から見るとっていうか、私の親しい先生方がそうおっしゃるんですけどね、僕もあれ見てて、あ、これ無理っぽいんちゃうかなと思って。まあ、いろいろあるんですけどね、これ有罪になってもね、実刑ではなかったんちゃうんかなという気もしますよね。うん、だからまあね、このゴーンさんにとっては日本って外国ですからね、言葉もよう分かってないし、あの十何年もね、あの日産のね、経営者やっててね、日本語をねほぼ分からんっていうのもね、それもちょっとね、どうかなと、日本人としてはどうかなと思いますけど、実刑にならへんかったんちゃうかなっていう、ね、逃げてしまったらもうこの人は一生レバノン出られへんでしょう。あの日本とアメリカは犯人引き渡し協定って結んでますから、あのアメリカの司法の及ぶところに行くと逮捕される可能性ありますよね。でインターポールのね赤手配ってきてますから、あれものすごいね、こうどう言いましょうね、あのめんどくさいもんらしいんですよ、あの手配された側からすると。せやからね、多分レバノンから出られないと。でレバノン自体がこう非常に不安定な国でしょう。なんか預金も引き下ろせないとかなんとかって、まあこの人は上手にやってはるとは思いますけどね。
もうそういう不自由な生活を続けなあかんという立場に立ってるわけだって、それよりもね、日本で裁判受けた方が良かったんちゃうかなと。でも、もう絶対帰ってこれませんよ。逃亡罪ってありますから、仮に日本帰ってきて逮捕されたら多分実刑ですよね。だからまあそれはそれであれですけど、まあ喜んではる人とね、弘中弁護士ってね一躍有名になりましたけど、これででも弘中先生の弁護士としてのこう経営とかに影響あるんかなとかないんかなとかいろんなこと考えますけどね。まあ一つ言えることはね、もう絶対ね、ゴーンさんのような条件での保釈はないやろなというのは、まあ確実ですね。確実に保釈はないやろなと。で、仮にこう緩い条件で保釈があっても、例のあのね、他の国でやってるあの足に分かってけるとかね、 GPS に通知してるとか、ああいうことになるんやろなと、まあということでございまして、あとはね、日産という会社がですね、多分今後経営危機をというか今迎えてるのかな、迎えるでしょう。はい。それがどうなるかというところも多少関係ありますけど、まあ一つの事件としては面白かったですね。ということでございます。皆さんどうもありがとうございました。